浜爪は京都府京丹後市にある地名。大技としての名称は網野町浜爪。日本海に面して浜爪海岸があり、夕日が浦温泉の温泉街が形成されている。木津川久美浜町港宮まで約6キロメートルにわたる丹後砂丘の東端に位置し、浜を行き詰めたところゆえに浜爪という。日本の夕日百選に選出されている浜爪海岸の 夕日浜爪遺跡の出土物縄文時代の遺跡として、浜爪遺跡がある。縄文前期の遺物を伴う縦穴住居、縄文後期の遺物が、中心の石器、骨格器、土器などが発掘された。弥生時代の遺跡としては、浜爪のすぐ外側に、箱石浜遺物方岩地がある。古墳としては三基を有する大止まり古墳群があり、横穴式石室などが発見されている。 平安時代中期に編纂された和名類呪状によると、この地域は竹野郡木津里の一部だった。平安中期に編纂された縁起式神明帳には竹野郡の十四社が掲載されており、浜詰めの心差し布飛神社も掲載されている。一条天皇の御世である長方年間には心差し布飛神社付近の浜が、お心差し木浜と呼ばれるようになり、やがて、 五色浜と呼ばれるようになった。室町時代に編纂された単語国伝数帳によると、この地域は竹野群絆里の一部だった。県部4年に一色藩行が単語国の死後に任ぜられてから、天正11年まで約250年間にわたってこの地域は一色市の所領であり、天正11年からは細川市の所領だった。慶長5年からは、 京国氏の所領であり、漢文六年からは幕府領であり、天長年からは宮津藩主である安倍正国の所領であり、元六十年からは宮津藩主である奥平正重の所領だった。京方二年からは幕府領であり、法暦九年から明治維新までは宮津藩主である松平家の所領だった。江戸時代の浜詰めは、 木津小浜詰村と木津小浜分に分かれており、それぞれ枠不良と宮津藩領に分かれる場合があった。1681年の丹後国高町には、宮津藩領40個、組浜領60個と記録されている。18世紀以後には、丹後出身の選手が西海航路に進出したが、浜詰にも海鮮業者が存在した。1868年には、 久美浜県の管轄となり、1872年には豊岡県に組み込まれたが、1876年には京都府の管轄で定まった。1876年時点の浜詰村と浜分を合わせた個数は271であり、網野村の265、木津村の239、浅も、川村の200などを上回っていた。 1881年に6月には、京都府知事の認可を得て、浜爪村、浜分、塩の絵、磯が合併して、浜爪村が誕生した。それから1889年に、町村制が施行されるまでは、木津村、浜爪村、田原の村、溝の村、日寄、田村の小村によって、木津村外四家村連合誇張制が敷かれ、木津村に置かれた誇張役場が、 かつての傷省全体を統括した。1889年4月1日には、町村制を施行し、浜爪、磯、塩の江の各集落によって、浜爪村が発足した。1923年には、副住院の東側に、浜爪村役場が建設された。大正時代には磯村から浜爪村に社を譲として、欲しいとの依頼があり、総動線に社を乗せて、 磯村の海岸まで運んだという。1927年3月7日の北端後地震後、1931年には浜詰め、小学校グラウンドの南西側に浜詰村役場が移転した。明治期には二度大火に見舞われ、1883年3月4日に58個、7月28日に40個が消失した。1921年10月1日。 浜爪村に伝統が灯された。大正末期には、木津村を通って、熊野郡に至る京都府道の建設が計画されたが、大道七地浜爪村町の誘致によって、浜爪村経由とすることに成功し、1928年に京都府道の中浅間川高線が開通した。砂原を横断する京都府道には、久の被害が多く、1936年頃からは、 松の植林を中心とする砂防工事が行われた。1933年には栗山に京都府立第一高等女学校の別荘が建った。この別荘は東国の宮都彦が単語を訪れた際にも使用され、東国の宮は大道定一郎の案内で日本海を遊覧した。昭和の大学ページ京都富士地制度調査委員会は浜詰村と、 キズムラの二村で合併する市案を出したが、浜爪村は、阿野町などとの合併を望み、キズムラも浜爪村に同調した。1950年4月1日、阿野町、浜爪村、キズムラ、豪村、島津村が合併し、改めて、阿野町が発足した。阿野町の大技として、浜爪が設置されている。1947年6月には、阿野町阿野に、 京都府立農事試験場単語文場の砂丘試験地が設置されたが、1951年10月には網野町木津に移転し、1954年11月には網野町浜詰めに移転している。単語地方の砂丘は、他地域の砂丘よりも保水力が乏しいなどの特徴があり、その特徴を生かした農産物の研究などを行っている。 砂丘分室は2001年3月に廃止された。1958年からは、砂原だった場所の宅地造成が行われ、深海地と呼ばれる、新興住宅地が建設された。定置網漁のために、富山県や福井県から浜めを訪れた漁師が定着したこと、塩の井などから旗りに雇われた女工が定着したこと、浜めの次男、三男の分家が相次いだことなどから、 人口や個数のピークは1965年頃だった。1953年から1961年頃まで、国道178号と京都府道665号浜詰め、網の線の交差点付近には、行楽会館という劇場、映画館があった。映画の上映を中心として、芝居の上演なども行われ、 コケラ落とし公園には京都から歌舞伎の劇団が招待された。にあった。降楽会館が存在した時期は、深海地の整備と同時期だったため、降楽会館周辺が浜詰めの中心地になっていった。2004年4月1日、竹野郡網野町、丹後町、八坂町、中郡峰山町、大宮町、熊野郡久美浜町が新設合併して、 京丹後市が発足した。京丹後市の大技として、網野町浜爪が設置されている。浜爪には、夕日が浦温泉の温泉街が広がる。1932年には、国鉄宮津線が全線開通し、浜爪村に隣接する木津村に丹後木津駅が設置されると、浜爪村は海水浴場を開設して、観光客の誘致に取り組んだ。 高度経済成長期には民宿は専業化し、1968年には浜詰め観光協会が設置された。1996年時点では旅館30、民宿4を有する観光地となっている。2014年度の京都縦貫自動車道の全面開通にあたっては、京都府の観光振興を図った海の京都構想の北部7カ所への重点投資先の一つとして、 京丹後市の中からは、温泉地である、浜爪から、久美浜湾岸地域が選定された。同年6月28日には、海の京都構想と連動した京丹後市の日本一の砂浜海岸づくりの一環で、元ビーチバレー五輪代表選手の朝日健太郎の発案により、浜爪海岸を、 発着点と仕組浜城のくずの浜で折り返すサンセットビーチランイン京丹後が開催された。2020年には新しい観光地のシンボルとして浜爪海岸を望むスポット浜爪夕日の丘が誕生した。もともと1972年頃に建てられた不正少年浜爪の家の跡地であり、観光地の新たな目玉施設をと同地区が夕日が浦観光協会などと連携し、 死の補助金を受け、2017年より整備が行われた。2020年春に完成したが、新型コロナウイルスの影響や下草の成長を考慮し、同年秋にオープン。同年9月13日に除幕式が行われた際、地元の私立立花小学校6年生20名が、総合学習の授業で作詞した歌、僕らの夕日が、裏を合唱で披露した。 夕日の丘は約3300平方メートル、浜爪園地夕日公園の北側に位置し、夕日が浦のモニュメントを据えたステージが設置されている。モニュメントの台座に散りばめられたタイルの中には、2個だけ、ハートの形をしたタイルが隠されており、恋の聖地としても期待されている。浜爪村の周辺には、農地となる平地が少なく、降雪量や降水量の多い土地であるため、 地場産業として企業に取り組んできた。当初の企業は農家の副業だったが、大正時代から昭和初期には企業が主体となり、やがて企業の専業に発展した。戦後の1958年頃には企業が急速に増加したが、1970年頃には、陰りを見せるようになった。企業を行う家を旗や折屋などと称した。2007年には、 単語ちりめん織を行う企業者は2から3個にとどまり、西陣織が67から68個を占めるようになった。古くは海水を砂浜に巻いて、太陽光で乾燥させた上で釜小屋で炊き上げる、塩炊により製援を行った。塩炊のための割り木は、与佐郡の山村や与野から購入し、炊き上げた塩は中軍や熊野郡の米農家と、米一生子を一生で交換していたが、 1877年に荒波を受けて塩田がすべて失われたと伝えられる。その後、戦地から帰還した兵士が声援を始めたのを契機に、再び浜爪全域で行われ、終戦後数年間は浜爪住民の生活の糧となったが、織物業が発展した1950年代に入り、廃れた。浜爪漁港1904年頃の浜爪村では、255個の うち236個が専業、または兼業の漁業従事者であり、漁業依存度の高い村だった。明治期には1885年に、鳥取県の漁師から、あごま網漁を教わり、兵庫県竹野の漁夫からは、ふぐ落ち網漁を習い受けた。また、1903年に、浜詰漁業組合が成立すると、1908年に、組合として、津山漁師から、 サバハイナワ漁を見習い受けた。かつては村内に王式網の網元がいて村人20人ほどが雇われて漁をした。21世紀初頭においては生産組合の王式網で組合員全員が漁を行っている。ワカメ、アワビ、サザエ、ナマコ、オキダコなどが漁獲される。浜爪に隣接する網の町田原野町タワラノにある スイカ畑1935年時点の浜詰村における果物の生産量は桃が1950円、ぶどうが1685円、梨が507円、柿が140円だった。太平洋戦争中の1944年には砂丘での桃の生産がピークを迎えたが桃の生産量は急速に減少していき、2014年時点で生産している農家はない。 昭和20年代には日本海岸にヒサボオービリンが造成され、1955年から1956年にはカツ大家を水源とする灌漑施設が完成すると砂丘における農業が発展した。浜爪砂丘では1912年からスイカの栽培が行われていたものの栽培面積が拡大したのは昭和30年代であり、浜爪砂丘スイカは 京都や大阪でも名が知られるようになった。1970年の販売金額は3477万1000円に達し、1971年には富県連盟全国協議会からスイカ生産優秀組合として表彰されたが、スイカの生産面積は同年をピークとして減少していった。1939年には浜詰村で、 チューリップの球根の栽培が開始され、戦後の1947年には本格的な栽培が始まった。浜詰めでチューリップ球根栽培が盛んになった理由には、日本で最も早く花が咲く産地であること、球根の再花率が良いことなどが挙げられる。チューリップ球根栽培のピークは1974年であり、栽培金額は2741万円。 浜数は148万5000だった。1986年頃から球根の栽培は減少し、その後は球根ではなくチューリップの切り花産地に転換している。1957年頃には浜詰村でメロンの栽培が始まり、昭和40年代には技術革新によって生産が安定した。 1964年のメロンの販売金額は6万4000円だったが、1970年には751万4000円、1978年には1434万3000円、1994年には4063万5000円となっている。戦後には、サツマイモが全く栽培されなくなった時期もあったが、 1981年以降には本格的な栽培が始まり、1994年の販売金額は2327万8000円に達している。品種としては、ナルト金時、白種赤、五国、農林一号などが栽培されているが、ナルト金時を改良して、砂丘金時と称した銘柄芋が21世紀初頭においては特産品となっている。 1950年頃には、サツマイモで芋飴を作る郷土食があったが、21世紀においては芋焼酎の製造用としての需要が増大した。戦前から戦後には、梨も栽培されていたが、1959年頃をピークに生産量は減少した。明治時代末期の浜詰めの個数は109個、1933年の時点で120個、 1955年頃は140から150個ほどがあり、1965年には240個前後だった。浜詰めでは1958年から1973年までの間に4度の宅地造成が行われ、希望者に貸し付けした。その際、浜詰め区内の世帯の次男三男には優先的に貸し付けが行われ、宿民の流出を防いだ。 漁業や農家を継がない次男三男は、こうした貸付地で企業へと転業していき、1975年頃の一時期は全個数の約半数の200個以上を企業が占めた。2007年には全個数450個ほどのうち、企業は70個のみとなっている。明治末期から昭和初期まで浜詰めから宮津を訪れる際は道路を、 浜爪から豊岡を訪れる際は船舶を使うのが主流だった。1932年には国鉄宮津線が全線開通し、浜爪村に隣接する木津村には丹後木津駅が設置された。1965年頃には浜爪にバス路線が開設された。1872年に学生が発布されると、 1877年1月には、第三大学区第九番中学区単語竹野郡第一小学として、浜詰学校が設立された。1878年には、竹野郡第四組浜詰小学校に改称し、1882年には、竹野郡第二十四番学区浜詰小学校に改称した。近世の浜詰村には寺小屋があったが、 浜爪学校設立後の1881年に廃止されている。1888年7月には浜爪村官員小学校に改称し、同年12月には浜爪尋常小学校に改称した。1909年1月20日には児童数の急増によって同一地点に新校舎が建設された。浜爪村の進学希望者は、 木津人城高等小学校に通っていたが、1923年3月には、浜爪学校に高等科が設置され、浜爪人城高等小学校に改称した。1927年3月7日の北、丹後地震では、校舎が反壊し、2人の児童が死亡、7人の児童が負傷している。1941年4月1日には、国民学校令によって、 浜詰国民学校に改称した。太平洋戦争末期の1945年4月4日には、舞鶴市立新舞鶴小学校から100人の児童を学童疎開で受け入れた。受け入れ先は、坂本や旅館都線末路で79人、副住院が21人である。1947年4月1日には、学校教育法が施行され、 浜ま村立浜ま小学校に改称した。1950年4月1日には合併によって網野町が発足したことから網野町立浜ま小学校に改称した。戦後には児童数の急増による境会化や建物の老朽化が進んだことから、1972年4月1日には浜ま小学校と網野町立木津小学校が名目上合併して、 網野町立立花小学校が開校した。開校直後は浜詰小学校の校舎が立花、小学校浜詰校舎として使用され、木津小学校が立花小学校木津校舎となり、両校舎を行き来する教職員は、立花小学校を長い廊下の小学校と呼んでいた。校舎統合の遅れは新校舎建設予定地にあった、木津の保安林の指定解除に時間を要したもので、 1974年4月19日に、立花小学校の独立校舎が完成した。同年3月31日には立花、小学校浜詰校舎の閉校式が行われ、1975年8月には、閉校記念誌、浜詰小学校記念誌が発行された。浜詰小学校のコーチは、副樹院の南東にあり、現在はグラウンドが残っている。 浜爪の旅館経営者ら7名で結成された落友会や夕日が浦観光協会、光美術館のプロデュースなどにより、浜爪の美観を活用した地域振興策が展開されている。光美術館網の町浜爪に関するカテゴリー。ありがとうございます。